次はスーパークリーンの方行きましょうか。スーパークリーンは水色の他に緑とピンクがありますよね。でも成分的には全部一緒みたいですね。もちろんですね、香料は違っているんでしょうけれどもね、香りが違いますからね。ということで行きますね。またですね、成分名称行ってから機能名称行きますね。水抗定剤、ブチルカルビトール泡調整剤、アルキルペタイン界面活性剤、エチレンジアミン4酢酸ナトリウム、芳香族アルコール除菌剤、硫酸塩、粘土調整剤、塩化ベンザルコニウム、界面活性剤除菌成分、グリコールエーテル安定化剤、純石鹸分（脂肪酸ナトリウム）界面活性剤、クエン酸ナトリウム金属封鎖剤、香料香料となっておりますね。なのでアロマローズの香り、このピンクのタイプも、水色の香りが残らないタイプも、グリーンハーブの香りも同じということになりますね。ただこの香りが残らないタイプと聞くと、一見ですね、香料が入っていないように思う方もいるかもしれませんが、香料は入ってますね。そして気になる成分のところチェックしていきたいんですが、まず除菌成分2つ入ってますよね。芳香族アルコールということで、アルコール系の除菌剤と、先ほどお話しした塩化ベンザルコニウムというカチオンの除菌成分が入っているということで、配合量にもよりますけれども、黄色のタイプよりも除菌効果はなんか高そうな感じもしますが、でもわからないですね。やっぱり配合量がそれぞれどのぐらい入っているのかというところまで確認できないんですけども、2種類の除菌成分が入っているというところで、入っている成分を数えてみると、黄色のタイプは9種類なんですね。水を入れて10種類ですけれども、スーパークリーンの方は水を含めて11種類ということで、種類が1つ多いですね。それでスーパークリーンの3種類には着色料は入ってないですね。そこは私だったら嬉しいですね。着色料別に必要じゃないですもんね。逆にですね、着色料が素材にこうついちゃうなんていうことも、使い方が悪いとあったりしますけれども、そういった心配もないですし、着色料はない方がいいなと私は思うんですけれども、そこは嬉しいですね。その代わり黄色のタイプと比べた時に、スーパークリーンの3種類には何が入ってるかというと、先ほどもお伝えした通り、アルコール系の除菌剤がまず1つ入ってますよね。あと硫酸塩、これ硫酸ソーダのことですね。防晶なんて言ったりしますけれども、それで粘度をつけていると、防晶に粘度を高める働きがあるんでしょうね。粘度を高めると泡を出す時の泡の状態にかかってくると思うんですよね。あとはついた泡もですね、少し流れにくく密着力が高まるのかなと、そんな感じがしますね。そしてグリコールエーテルが入っていると、おそらく入れる成分の種類が増えましたので、もしかしたらこうちょっと分離しちゃうようなことになったり、状態をこう保つのが難しいということで、グリコールエーテルを入れて、過氧化剤みたいな働きなんでしょうかね。ちょっと定かではないんですけれども、そんな感じなんでしょうか。まだスーパークリーンと黄色のタイプの違う点ありますね。まず界面活性剤の種類、今の黄色のタイプは4種類入っているということでお伝えしましたが、スーパークリーンの方はまずメインのアルキルベタインですよね。そして除菌効果のあるカチオンの塩化ベンゼルコニウム、そして石鹸分と、この3つですね。黄色の方には加えてポリオキシエチレンアルキルエーテルっていうノニオンの界面活性剤が入っていましたけれども、それが入っていないということになるみたいですね。そしてですね、デオクリアの方は成分がですね、水を加えて9種類なんですよね。一番少ないですよね。ではデオクリアの成分をまたですね、成分名称言ってから機能名称という形で読み上げていきますね。水抗定剤、ブチルカルビトール泡調整剤、アルキルペタイン界面活性剤、エチレンジアミン4酢酸ナトリウム金属封鎖剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル界面活性剤、塩化ベンザルコニウム界面活性剤除菌成分、クエン酸ナトリウム金属封鎖剤、純石鹸分脂肪酸ナトリウム界面活性剤、香料香料となっております。こちらの方の特徴としては、まず界面活性剤が黄色のタイプと同じで4種類ですね。アルキルベタインとポリオキシエチレンアルキルエーテル塩化ベンザルコニウム石鹸ですね。4種類だから黄色に非常に近い配合手法となっているんですけれども、着色料入ってないですね。その点についてはスーパークリーンと同じですね。でデオクリアの方は消臭力が強いみたいな書かれ方されてましたけれども、公式サイトの方には。ただその消臭力がすごく高くなる理由につながるですね、成分がどれなのかというところまではちょっとわからないですね。もちろん塩化ベンザルコニウムで除菌ができるということで、匂いを抑えると
という働きにはつながっていきますが、ただその塩化ベンザル購入面については他のバスマジックリンにも入っていますから、そこではないような気がしますよね。特に消臭効果が高いというところを考えると、なのでもしかすると香料の方で何か工夫されているのかなと。嫌な匂いをこうマスキングするような何かこう香料を入れていて、それで不快な匂いを感じさせなくさせるようなやり方を香料の方で知っているという可能性も考えられますよね。成分については他のものと変わりがないような感じがしますからね。はい、ということで今回はバスマジックリンの解説をしてきましたが、成分を見て私が思った印象は、他の洗剤メーカーで作っているお風呂の洗剤よりも安全性が高いのかなというふうに思いますね。その理由はまず液性が中性ですよね。最近はアルカリだったり弱アルカリのものが増えてきている中で中性にこだわって作っていると。そして界面活性剤が3種類とか4種類とか入ってましたけれども、配合割合が一番多いものはアルキルペタインという非常に安全性が高いものを使っていると。確かにカチオの界面活性剤も入っていましたが、それはそれで刺激は確かに強いんですが、除菌力というところでは外せない成分になってきますから、そう考えるとバランス的に見て他の洗剤メーカーのものよりも安全性高いのかなと。細かいこと言うと気になる成分もありますけれども、トータル的に見るとそうなのかなと。例えば同じ中性のものだとライオンのお風呂のルックっていうものあるんですよ。これ中性なんですけれども、界面活性剤がですね、直サルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなんですよね。洗浄力高くて非常にいい界面活性剤なんですが、その分ですね刺激性が強いんですよね。洗剤残りするとちょっと嫌な成分なんですよね。それと同じライオンでバスタブクレンジングってあるじゃないですか。これは界面活性剤はポリオキシエチレンアルキルエーテルなんですよ。これ非常に安全性高いんですよ。ただ液性が弱アルカリなんですよ。液性をちょっと高めてるんですね。 pH 試験紙で測ったことあるんですけども、弱アルカリなんだけれどもギリギリアルカリ側だったんですよ。シンプルにアルカリ度が高いので、そういう点ではバスマジックリンの方がまだ安全面では上なのかなという感じがしますね。それとジョンソンのバスフリーというお風呂の洗剤、これもですねポリオキシエチレンアルキルエーテルというバスタブクレンジングに使っているものと同じ界面活性剤が入っているんですが、液性がさらにですねバスタブクレンジングよりも高くてアルカリ性の表記なんですよね。もちろん汚れはよく落ちると思うんですけれども、そういった液性のところで見ると中性の方がですね安心安全ですよね。それはお肌についた時以外もですね、素材を傷めるリスクも低いということにもつながってきますよね。さらに着色料が入っていないものが何種類かありましたよね。それはさらに嬉しいですよね。安全面という意味でも合成着色料が入っていないということですからね。このバスタブクレンジングには着色料入ってますからね。青色の液ですもんね。以前ですねバスマジックリンも含めてこのバスフリーとバスタブクレンジング、そしてお風呂のルック、この4つで成分を見たり pH を測ったりしてですね、どんな特徴があるのかという動画を出したことがあります。あと泡の密着力を比較したテストの動画も上げております。下にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。